キックボクシングノックアウト。ノックアウトナビゲーターの川島恵里沙です。今回は前回に引き続き10月29日に行われたノックアウト2021ボリューム5後楽園ホール大会の舞台裏映像第2弾をお届けします。初公開映像が盛りだくさん。試合終了直後の選手たちの表情にもご注目ください。第2試合には飛び膝蹴りを得意とする26歳のイビ大輔選手が登場。吉祥寺のレミーボンヤスキーとも呼ばれていますが、このところ2連敗中と結果を残せていません。出直しっていう形なんですよ。飛び膝だけじゃないっていうのはニューレミーボンヤスキーちょっと今回にする持ってるんで別人になってる楽しみにしてます。対戦相手はムエタイスタイルを得意とする25歳の向井寛太選手。今回がノックアウト初参戦、インパクトを残して名前を売りたいところです。まあ、面白いかつ倒せる試合をしたいなと思っています。蹴りにしろパンチにしろ、まあ、いろいろできるってことを見せたいなと思っています。すると試合は意外な展開に。共にオーソドックススタイルです。向井が飛び膝いきました ね、 飛び膝を得意とする指選手に対し、向井選手が再三の飛び膝攻撃。2段飛びを使いましたね。残り1分を切った第2ラウンド、向井選手が完全にペースを握ります。向井うまいですね。そうですね。すると第3ラウンド。向井選手が見事な KO 勝ちを収めました。持ち味が出せずに敗れた伊見選手。声が出ない。乾杯。一方、見事勝利した向井選手。いや、めっちゃ嬉しいです。すごい今自信になりました。 KO で勝つ。僕、肘やりの方が得意なんでレッドルールで組んでほしいっていうのが本音なんですけど、来たらまあやっていきたいなと思ってますので、お願いします。第3試合には30歳のゆうや選手が登場。前回の試合では偶然のローブローをもらってペースを崩し、実力を出せないまま敗北するという悔しい結果に、今回はしっかりと勝って再起したいところです。あ、もう馬順ですね。絶対ローブローもらわないように結構変則的な動きするんで、そこに惑わされないように自分のやることをしっかりと決めて実力の差を見せつけて勝ちたいと思います。対戦相手は地下格闘技出身で33歳のアポロ中山選手。前回は敗戦したものの、途中から記憶を失うほどの攻撃を浴びながらも倒れず意地を見せました。全然大丈夫です。もう次の日から遊びちゃったかもしれないと飛びがちなんですよね前も試合1ラウンド目の一発目のワンツーでもうそこから記憶なかったりとか、でも勝ったりとか、まあそんな感じで飛んでも自動運転みたいな感じで動いて帰るみたいな、まあ良いです。足使って自分の戦い方したらよかったんですけど、打ち合っちゃったんで、まあ、そういう反省も踏まえてちょっと練習してきたんで、今日それ出せればなと思いました。すると第1ラウンドからアクシデントが。遠い位置からゆうや行きました。おーっと、オーバーハンドの右アポロ中山。あーっと、今度はもらわないと言っていたローブローをまた受けてしまったゆうや選手。しかし今回は前回とは違い、影響なく攻めていきます。
そしてパンチを放す。お互いに攻め合う2人。交代したから右の大きなフック。中山。おーああっとこれ右。中山の右。効いてますねこれ。はい。一進一退の攻防が続きます。判定の結果はドロー。決着はつきませんでした。悔しい結果にアポロ選手はくそ練習します。もう観念しました。練習をします。倒せなかった。嘘ついた。悔しいな。練習します。練習宣言。一方、ゆうや選手は悔しいです。1、2ラウンド戦っても動き見えてきたんで、3ラウンドで決めきれなかったっていう甘さです。気をつけてたらお風呂をまたあれきつかったんですよ、実際。やっぱ響いちゃって、でもそんなこと言ってる暇もなかったんで、次こそは食らわないように気をつけます。続いてセミファイナルにはノックアウトブラックスーパーミドル級王者で29歳の松倉慎太郎選手が登場。今日がベルトを取ってから最初の試合になります。王者になったからっていうのは別にないですけど、まあ、あんま最近負けてないんで、そういう点で負けたくないなっていうのはありますね。勝ちたいんで、全力でその勝つために戦うんで、まあ、それをどう受け取ってもらうかだと思うんですけど、まあ、全力でリングに上がります。対戦相手はアメリカ出身で36歳のブライアン選手。7年前から日本に在住し、これまで他団体で2本のベルトを獲得してきた強豪。今回がノックアウト初参戦です。とりあえず礼儀正しく気持ちよく、そしてインパクトのある試合見せたいですね。松倉選手はすごく強くて、この間 のベルトを取った試合見たら、もう自分も感動しました。そういう熱い試合できる選手と試合できるのをすごい光栄に思います。でも最後勝つのはもちろん僕です。慶応で勝ちたいですね。ナイスガイ対決とも言われたこの試合、1ラウンド目から山間がやってきます。スタイルのブライアンです。右のミドル、ノートダウン。これは見えないですね。これは速いパンチでした。素晴らしい松倉。右フックでしたか今の。だと思いますが、これは見えないです、すると第2ラウンド、ここはパンチの応酬になっている。ブライアンの反撃だ。ブライアンの反撃だ。出るブライアン。あー、落とせ、フック。すごい冷静な。勝てないですね。松倉選手の見事な KO 勝ち。打たれても出てくるブライアンでした。冷静に見ていました。そしてこの左、これすごい。いやー、揺れましたね。敗れたブライアン選手は担架で退場。勝った松倉選手には無報奨賞としてウィンボーナス20万円が贈られました。僕は今日これで、7連勝目なんですけど、まあ、ここまで僕16回負けてるんですよ。本当にたくさん負けてきて、それこそデビュー戦も負けてきて、まあ、僕全然強くないんで、今回の試合前も全然寝れなかったし、試合当日も帰りたいなぐらい怖かったりするんですけど、まあ、こうやって本当にいろんな人のおかげで勇気持って戦えることができて、まあ本当何でも挑戦すれば結果が出なくても応援してくれる人がいたり、まあ、人生すごい大切な出会いがあると思うんで、挑戦したいなっていう時にそういう人の力に少しでもなれるような選手になりたいなっていうふうに思ってます。
すごいもらえますよね。まあ、ご愛嬌ということで結構もらいましたね。チャンピオン出す試合できましたか。どうですかね、まあ、そのチャンピオンっていうのは別に意識してないんですけど、もう俺でしょ。ありがとうございます。今後の日程です。11月28日の日曜日には今年最後の大会ノックアウト2021ボリューム6後楽園ホール大会が開催されます。注目カードはノックアウトレッドスーパーバンタム級タイトルマッチ、王者小笠原栄作選手に一世センチャイジム選手が挑戦します。またノックアウトレッドフェザー級王者の安本春人選手の参戦も決定。角田大成選手と対戦します。さらにノックアウトブラックスーパーフライ級王者花岡龍選手はかつてレベルスのベルトを巻いていた追沼龍斗選手と対戦。そして他団体で様々なベルトを獲得してきた渡部大輝選手は松山翔選手と激突します。パン・リュウソン選手は古村恭平選手と対戦。秀丸選手は鈴木寛太選手と対戦します。そして小磯哲史選手は庄司啓真選手と激突します。激闘をご期待ください。毎週最新情報をお届けするノックアウトチャンネル、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。